オーストリアカップはオーストリアで行われるサッカーのカップ戦であり1919 19年より開催されている。このカップ戦の本大会には合計52チームが参加する。オーストリアブンデスリーガ及びエルステリーガに所属するチームは予選なしで参加できるがレギオナルリーガや各州の海リーグのチームは本大会の予選を兼ねている。 各州のカップ戦に参加し、州のカップ戦の結果によって、オーストリアカップへの出場権を得ることができる。ホームアウンドアウェイ方式ではなく全ての試合は一発勝負のトーナメント式で行われ、アマチュアチームとプロチームの対戦の場合、必ずアマチュアチームのホームで試合が行われるため、波乱がも起きやすく、ジャイアントキリングも見どころの一つとなっている。引き分けの場合は延長戦。 それでも勝者が決定しない場合は PK 戦が行われる。現在、オーストリアカップで優勝したチームには、翌シーズンの UEFA ヨーロッパリーグ出場権が与えられることとなっている。ちなみに1927年から1937年までは UEFA チャンピオンズリーグの前身と言われている、ミトローパカップへの出場権。 1960年から1997年までは UEFA カップウィナーズカップへの出場権が優勝チームに与えられていた。オーストリアカップの前身はハプスブルク帝国時代の1897年から行われていたチャレンジカップ及び1915年からニーダー・エスタライヒ州で行われていたニーダー・エスタライヒ州カップである。 第二次世界大戦前はオーストリアがナチスドイツに併合されていたため、1939年から1945年までオーストリアカップは実施されず、オーストリアのチームは DFB ポカールへの参加を強要された。そして地理的な要素など多くの不利な条件があったのにもかかわらず、二度の優勝を果たし、当時のオーストリアサッカーのレベルの高さを証明している。 第二次世界大戦終結後、1946年に、再び、オーストリアカップは復活した。その長い歴史の中で、これまで FK アウストリアウィーン、SK ラピードウィーン、FC バッカー・インスブルックが最も多くの優勝、及び準優勝を果たしている。2007から08シーズンは、ユーロ2008開催による、過密スケジュールが問題視され、全、 プロクラブの参加は見送られた。そのため、アマチュアチームのみが参加する、オーストリアアマチュアカップとして開催された。現在は、韓国の電子メーカー、サムスン電子がメインスポンサーになっているため、別名、サムスンカップとも呼ばれているが、一昔前までは、オーストリアのタバコ企業のメンフィスがメインスポンサーだったため、オーストリアメンフィスカップという別称であった。 メインスポンサーの変更によって、カップ戦の名称も変更されるのは、サポーター間では全く歓迎されておらず、スポンサー名はほぼ無視され、あくまで、オーストリアカップと呼ばれている。e とイコール延長戦、p e イ,イコール PK 戦、AG イコールアウェイゴール。ありがとうございます。